綺麗なお嬢さんから両選手に対しまして花束が贈呈されておりますが、まだなんとなくですね、リング上は北野武蔵の方は何か余裕があると思うんでしょうかね。なんか綺麗なお嬢さんにね、話しかけたりしてましたけどね。さあ、伝統のリングアナウンサーの選手の紹介であります。アルゲンジェットチェン、アルゲンジェットチェンが紹介されております。体は決して大きくありませんね。何か細い感じなんですけど、ボクシングのキャリアを誇っております。続いて北野武蔵であります。空手道10段の選手であります。ゴンが鳴りました。いよいよ第1ラウンドが開始されております。どういうことになりますか。両者ともまず軽いフットワークでありましてね、アルギンジェットシンがちょっと北野武蔵をからかってるようなフットワークですが、今の左のストレートですが、これは見事なもん。左右のストレート、おっと受け身から攻撃する。今度はアッパーカットであります。いや、北野武蔵もですね、空手でもボクシングのね、相当な、キャリアがあるんじゃないでしょうか。そうですね。何かカツラをかぶってたようですね。今度はハイキックですか。左のハイキックでございます。ね、おーっと、キックボクシング風でいってますね。さあ、決まった。今度はマーシャルアーツチャンピオンであります。格闘技チャンピオンであります。いろんな技を出します。回し蹴り。回し蹴りを見せました。即答に答えております。さあ、前寄りでいきました。ようやく空手が出てまいりました。北野武蔵であります。今度はコーナーに決めてボクシング、左右の関係を決めました。アッパーも入っている、アッパーも入っている。あーっと今第2ラウンドが終了いたしました。第1ラウンド終了であります。第1ラウンド終了しましたけども、その先生どういうふうにご覧になりますか。いやですね、真剣でございます ね顔が蒼白でございます。あー、そうですか。やはりですね、はい、凄ましい記憶です、ね、なるほどね。ゆきちゃんどうですか。もうワンラウンド終わるごとにハッとため息が出ちゃいますね。選手もね、相当にしか呼吸荒くなってますからね。北野武蔵の方が相当にですね、バテてるというんでしょうか、疲れてるようですね。何か肩からタオルをね、そのまま下げてきてますけども、これなんかはやはり